オーストロネシア祖語は、オーストロネシア語族の再建された祖語である。また、海祖語として、マレーポリネシア祖語オセアニア祖語ポリネシア祖語が再建されている。オーストロネシア語族の拡散。そちは、中国南部と考えられる。オーストロネシア祖語は、現在の台湾諸語と、フィリピン諸語と同じく多くの節字や焦点が存在した。オーストロネシア語族の言語は、 海音説言語が多いが、そこは、むしろ平音説言語であったと考えられる。オーストロネシア所属は、約6000年前に、中国南部、現在の福建省から台湾へ渡り、5000年前、以降に、フィリピンやインドネシア方面へ拡散していった。福田和義、日本語における、南東語的要素熊本女子大学国分談和会。 国文研究、1から18、君、ホチュアン、オンザ・オリジンズ・オブ・タイワン・オーストラン・リンス。イン・ K.R. ハウ、バカ・モアナ、ボイジズ・オブ・ザ・アンセスターズ、ホノルル、ユニバーシティ・オブ・ハワイ・プレス、ピアニッシモ、92-93、ピーター・ベルウッド、太平洋、東南アジアとオセアニアの人類史、植木武史、ハットリ・ケンジ役東京、法政大学出版局、ピーター・ベルウッド、濃厚期限の人類史、 長田都樹佐藤洋一郎役地球圏ライブラリーナンバー6、京都、京都大学学術出版会。ありがとうございます。